赤スパ欲しいです、よろしくお願いします。なんだなんだ、なるほどね、なるほどね、対戦よろしくお願いします。あれバケハラ、あとサンタも体から出てた。わけにはいかんな。スナーフルもいる、はい、うん。ボタン押すか悩むな。7個いた。いるよ。7個か恋人いるの？恋人いないよ俺。うん。だからクリスマス配信してんだ。お、何なんだてめえ、かかってる。いや、なんか、あ、そっか、あの七子さんが波動砲で死んだように見えたのか。あそう、まず、七子が波動砲の現場を見たんじゃなくて、バキウカと七子が波動砲を見て、わちゃわちゃしてるんやと思ってた。さっきの試合の話すな、なんでええやん、感想戦してんねんか、感想戦はあいつおめえがスパチャしてたからできてねえんだろ。その後ねオーラでやめえ、ずっとトリッピーさんがまだギリオッケー、なんかずっとトリッピーが追いかけてきながら、ヤミエさん本当いいな、ヤミエさん本当いいなって言いながら追いかけてくるのが怖かったです。事実です。いや、俺のターンないんかい。俺のトークのターンないんかい。誰にも、俺の事実です。誰にも伝わらなかったんだけど。かわいそうに。俺は聞いていたぞ。そんなことしてないんだよ。嫉妬するなよ。嫉妬したんだろ。闇炎ちゃんに。え、闇炎チャンネルいくらもらったのあれ。あ、いや、闇炎チャンネルちょっとさっき間覗いたんですけど、うん、その上半身だけだったんですよ、うん、サンタコスで釣ってるの。だからミニスカートってたよね。そう、だから、そう、だから、ポンポンってこと？いや、わかんないですけど、下半身見せてくれよって言って追いかけただけなのに、なんか、変態みたいな。変態みたいな感じにされて、全くできないですよね、僕的に。全くできないですよね、マジで。打つんだらまお、今打とうとしてる、打つだらまお、今ここが一番ちょうどいいなって思ってた。ムツ、お前なんかあんのかな、結託しよう、うまく打てよ、え、うまく打てよ、お前まさか、お前まさか。ユカが死んだらね、7個バケユカ、うん、バケユカ原だ、左目が閉めた、これ覚えてたんか、あら、ソロシー、あら、恋人がいない珍しいやつ、かわいそう。かわいそう。この村で一人で死ぬの逆にかわいそう。なんか孤独死して寝てる。孤独死あるんやこの村。宿舎の右側に一瞬見えた、見たけどな。宿舎の右、宿舎の右、宿舎の右、どういうこと、宿舎の右、アウトサイリングなんだけど右はねえぞ。宿舎の中の右側ってこと、あ、じゃあ右端ね、保管庫か宿舎、宿舎やったら気づけどな、なんでそんなに保管庫いましたよ。あ、じゃあな、うん、最初は保管庫、割と最近、最初、最初ですか、割と最初、割と最初にいた保管庫は、割と最初やんね、最近はだってファンキーまたジップラインアタックしてた。最後の方は終盤はそう、いたいたいた、左多分全然いない、終盤は砂溜ファンキーフルコンがジップラインアタックしてたから、まあ逆にあんまなさそう。左ね、カフェテリア、スプラッシュゾーン、キッチンあたりには多分いない、マオさんと、うん、ムツーさんとトリッピー、うん、最初カフェテリアらへんいたんですけど、その後別れたじゃないですか、うん、マオムツーはその後ずっと一緒ですか、うん、スプラッシュゾーンあたりまでは一緒で、これ最後キッチン行ってる、波動を落としてた、原田バケユカ、今ちょっとムツーさんが、うん、なんかノイズが入ったな、重要な重要な表現入ったね俺がチンポジ直してたら、あのムツーがうまく打てよって言ってどっか行った。分かったって言っといた。いやでもスラッシュゾーンの方に一緒に行った、とりあえずマオとは。ああ、OK です。はいはいはい。はい、で、キッチンでバケウカ、誰だっけ、バケウカ、7個、7個、原田もいたっけな、原田あたり最後ね、それ、本当に。遅れて原田が入ってきた感じ。うん。僕、多分結構浮いてんだけど。鉱山した展望右で湧いて、フルコンさん、砂爪さんが一緒に湧いた、その後鉱山展望温室のタスクを終わらせて、キッチンまで下からぐるっと回って、そこで真央と合流してる、最後、うん、最後は見た、はい、鉱山にいるとこは見たの、ジップラインから、
なんで宿舎右だったら切るには多分関与できないかな。じゃあ7個ってことか。7個ってことか。なんで、あ、今音途切れてたんかな。 We wish you a Merry Christmas。 We wish you a Merry Christmas。 何なの俺波動砲。本当に本当に本当に。 Have a nice day you worry。 We wish you a Merry Christmas。 We wish you a Merry Christmas。We wish you a Merry Christmas。 We wish you a Merry Christmas。 We wish you a Merry。 やばすぎやばすぎ。あー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 まだ3カップルいんのこれやば。タンキー脇一緒だったよ。タンキー死にジップライン組んだからジップラインあたりで波動砲が。あ、上で波動砲あるな。わかんない勝手に。タンキーね、ドップシップ波動砲どんどん増えていくのか。ファンキーカフェテリア脇で一緒だった。あ、またジップラインで遊びに行ったんじゃないの。これだいぶ絞れそうじゃない。でもなんかね、多分ね、ハロホ上通ってんじゃねえかなっていうのが、あの下のジャングル側にいた人たち誰もサンタとソリを見てないんですよ、うん、あ、そう、あ、トリピーもこっちにいたけど見てない。で、砂溜めが上部エンジン展望台あたりのラインにいたけど見てないので、上の方ドロップシップとかから撃ったんじゃね。なんかね、あの辺俺キッチンからね、波動砲があって出たタイミングで、もう焚き火の方から走ってくる原田さんを見たんですけど、原田さんに話しかけても無視されたんですよ。え、あれ声聞こえてました原田さん。ん、いや全然、あれ話しかけられた。話しかけたつもりなんですけど。トリッピーの視野が広い可能性まで出てきた。いや違う違う違う、結構真後ろいたんですけど。原田今すごいなんか怪しい職務質問だったよ。いや俺は聞こえなかったけど。いやなんか山バレてるみたいな感じの。そう、いやでもこの嘘くそさ、これテルテルあるのだけ気をつけてね。テルテルそうか、テルテルもおんのか。黙ってたわテルテル。こうテルテル強いね。そういう、なるほどね。そういうことが、照れてるの可能性あるわ。その、だとかいう次元じゃないんだよ。だって重なったもん、体。一方で、ちょっと3カップルいるから釣り得な感じあるけどね。釣ったら誰か恋人行くでしょ。そうよね。ああ、確かに。あ、まあ、誰か一緒に動いてる人見たよみたいなのがあればね。まあ、ランダム脇だから恋人と脇一で大体一緒になってるからな。でも今回、ジャッカル絞れるんじゃないかって、上に行けたのって今の発言だと、もう多分。うんうん、まあ腹だ。あ、俺はいけないっすもんね、サザメさん、ね、うん、あ、グチスナは最後一緒にいたから。付き合ってんな。闇腹ぐらいしか怪しいな。おらんぞ。やってそうだな。闇さんはどこって一緒だったっけ。闇腹、ちょっと誰か。あ、原田行くんだ。原田行くんだ。これでも死体が出て通報するから。今を生き残ればいいんだ俺は。あ、なんか言ってる、すごいこと言ってる。あ、ずら。テルテルが釣られて、あ、テルテルが釣られて恋人戦かった。なんだ今の。なるほど。すごい。一人が本当に本当にテルテルじゃねえか。そうなるんや。テルテルが釣られたら、そっか、試合終了時点で生きてる恋人が勝つから。おもろい今の図。宮中の勝利。そうなるんや。テルテルが勝てなくない？いや一応テルテルの。まあ恋人勝利ができる。これってさ、テルテル。ダマーズって書いてあったよ。え、恋人っぽい人に私テルテルですって言ったら負けるってこと？恋人っぽい、いやでも恋人たちがだ、その別々のカップルであのダブルデートしてないと殺せないから。ああ、テルテル、そう、テルテルにめっちゃ。さっきの試合は恋人だけ勝ち？テルテルだけ勝ち？どうなった？恋人勝ち。恋人テルテルやから。あれか、テル恋人の勝利条件の方が強いんだ。単独テルテル、単独テルテルが勝とうと思ったら。
あの、うん、恋人なしのテルテルが勝とうと思ったら恋人が3組死んでから自分が釣られなあかんから相当しんどい。するついやだめちゃくちゃしんどい。え、これでもなんかただただ辛いな、これ。これハルドさんも勝利するんだったら、なんか恋人のテルテルになったら恋人の愛、あ、まあでもそっか、難しいの。だから恋人に声かけたらその時他の恋人もしよう。イビルゲッサーにゲッサーとイビルゲッサーいるから、そうかそうか、いや、てめえ調子乗んなよって殺されるから、できないか。うまくはいかないか。むずいな。あ、なるほど。やっぱ無視されるよ、強いな。やられた、してやられたな。無視されちゃったんだ。なんで原田と恋人の俺が原田ペリペリ説を押さなきゃいけねえんだ。ちょっと笑ってなったよ。いや、だって原田ペリペリじゃないかもしれないからさ。ファンキー別に波動砲で殺してないし。言ってなかった。これ波動砲は外した上に闇炎に波動砲だよってこそって言ったのファンキーに聞かれたから仕方なく手で殺して。そんなことがあったんだ。よく見つけたな。危ない。キュッと。まあ、やっぱ、ジャックラだとかしかも。そう。ちゃんと波動砲撃とうとしたら、ムツがしっかり、しっかり撃てよって言ってて。ちゃんと。現場監督に言われちゃった。